こんにちは、次元です。高井です。お願いします。はい、ということで今回もですね2人撮っておりますけれども、はい、多分3回連続同じ服装なんじゃん。そうですね。そろそろ服脱ぐな。ファッションを結構注力してるチャンネルなのに全く同じのが3回続いてるって感じなんですけれども、はい、今回は何ですか？今回は次元さんのことをより深く知ってもらう50の質問をやるとやっていこうと思います。俺が拍手のもようわからんけども。いや、拍手です。はい、まあ需要があるか分かりませんけれども、まあ、せっかくね拓也君にはそういうふうな質問しましたので僕もやれということで。やれとは言ってないですけど、やれと言ってない、はい、同じ質問をまあ投げかけられるということで、じゃあ行きましょう。はい、はい、じゃあ僕がやっていいですか？前回のあれで。何何何、レッツゴー。違うこれ、レッツゴー。これです。レッツゴー。これだけ出せんだよなこのチャンネル。レッツゴー。じゃあやりましょう。それでは、まあ、次元さんの50の質問、早速、やっていこう。やっていきましょう。たどたどしいな。じゃあ、1からいっていきますね。はい。はい。じゃあ、まず、お名前は？ケンジです。ケンジ。ケンジです。ケンジ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 さん。ケンジです。これ、尺長そう。年齢は？年齢は今年34ですね。34歳です。はい。出身は？青森県です。生年月日？1988年の4月4日です。身長は？そんな質問あったっけ？はい、あります。あ、ほんと？はい、160cm。 なんで今隠そうとしてるんですか？改めて聞かれるとちょっと恥ずかしいなと思って、はい、足のサイズは？26cm。 これ前回の動画でも一緒って一緒やな。うん、一緒一緒ですね、ここは。だから、はい、これ企画大丈夫かなと思いながらこう話してるんだよ。まあ、僕はまあでも最初ひねりないんで。誰が最初ひねりない質問作っとんね。俺らで作ってんのこれ。誰がひねりない質問やな。でもここからちょっと面白いかもしれないですね。はいはいはい、東京に来て何年ですかね？あー、東京に来て15になるかな。15年。今までのアパレルの経歴教えてください。経歴、はい、大学卒業してサンタスティックっていう、はい、あの漫画家の井上サンタさんのブランドがあって、それが中学校の時から好きで、はい、で、まあ、晴れてそこに働いて約3年ぐらい働きましたね。でその後にホットオブゴールドっていうインターブリードっていうブランドをやられてる社長さんがやられてたお店なんだけど約3年間いました。でその後にアトモス入って2年半ぐらいかな、はい、働いて今って感じ。僕はもう GKEN さんと仲良くさせていただいたりとかしたのって多分アトモス入った時ぐらいですもんね。なんかそこら辺だよね。はい、なんでもう本当その前の経歴っていうのはまあ YouTube だったりとかでは前も多分聞いたことだったりとかあったんですけど、うんうんうん、やっぱ弟子でよかった。やがしゃやがしゃ。なんでアパレルの世界に入ろうと思ったんですか？影響は一番は兄貴ですね。今もそうなんですけど LDH いるんですよ。はいはいはい。で、まあ、アーティストじゃなくてねアパレルの部門があって、はい、そこでまあでも十数年ぐらい働いてるのかな。あ、そうなんですか？そうめちゃくちゃ働いてて、はい、めっちゃなんか輝いてたっていうか、はい、楽しそうって純粋に思って、はい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 、でそもそも全然詳しくはなかったけどおしゃれするのも好きだったし、だそういうのがガチッとハマってやりたいなと思って。って感じかな。 あとはあれだね、あのそのサンタスティックって言ったけど、はい、俺中学校の時から好きだって言ったじゃんさっき、はい、その好きがずっとそうだったの。東京上京しても、はい、ずっとその好きが変わんなくて、はい、でサンタスティックにずっとお客さんとして行ってて、はい、ある時にこう募集がかかって入ったんだけど、はいはい、なんなら俺どっかのアパレルのスタッフになりたいとかじゃなくて、はい、サンタスティックの店員になりたいだった最初。あ、好きすぎて好きすぎて、はい、そこの店員さんになりたいが強すぎたって感じ、はい、でまあタイミングもあったか分かんないけど、はいはいはい、入ることができて、はい、俺のアパレル人生がスタートしたって感じ。なるほど。そうえ、いいですね。なんか本当にラッキーだったね。じゃあ次いきますね、はい、アパレル関係の職業についてなかったら今何してたと思いますか？あ、それはもう教師じゃない。ああ教師です。そう、俺教員免許持ってるからこの身なりで高校の体育かな持ってるから、しかも高校なんですか？高校、座右の銘。座右の銘は死ぬ直前に後悔する人生を送らない。それ何のことですか？いや勝手に決めた。高井にめちゃくちゃ言ってると思うけど、死ぬやん、はい、どうせ俺ら、はいはい、俺ら皆さん全員、はい、その時にわあこの人生良かったなって思いたい。はい、絶対後悔はすることは多々あるだろうけどそれを最小限になくしていく、はい、なるほど。今人生として健康やん正直。健康ですね。5体満足だしさ、はい、大きい病気もしなくて、はい、幸運にも
ね、健康に過ごせてるけど、はい、いつかは自分自身ね健康寿命というかがちょっと終わってしまってっていう風になった時に、はい、あの時こうしてくれよかったなとか、はい、そういうのをなくしたいから、まあ座右の銘でいいのかな、それが分かんないけど、はい、そういうのを常に気持ちを持って生活してるって感じですね。分かりました。悔いを残さないって感じ。分かりました、はい、じゃあ次、趣味は、趣味でも映画鑑賞かな、映画鑑賞、はい、映画鑑賞だね。あと YouTube も趣味、もはや趣味かも。あ、見てますもんね、うん、結構見てる、はい、うん、特技は何ですか。特技、はい、喋りじゃない。確かにそんな、もちろんその芸能人とかその、ね、MC さんとか、はい、そんなのも全然あれだけど、津波以上は喋れると思うから、はい、まあ、特技とさせてください。好きな食べ物。好きな食べ物は、はい、朝食系、白米、はい、納豆、味噌汁、はい、まあ、焼き魚とか、はい、卵焼きとか漬物みたいなのが好き、はい、日本人ですね、うん、だから俺海外とか多分食合わなすぎて多分無理だと思 う, う、ね、うん、じゃ嫌いなものは海外の食べ物でいいですか。嫌いなというか、海外、パクチーがちょっと苦手かな。パクチーですか、うん、あんまでも苦手なものないけど、はい、でもパクチーはちょっとね、パクチーでも食べれないってことですね。ちょっときつい。前回の YouTube で嫌いな食べ物の時、椎茸って時に弱って言われたんですよ。パクチー食べれないですか。うん、弱、うるさ、うるさ、すいません、あ、すいませんじゃあ次いきますね、うん、はいはいはい、苦手なもの、苦手なものはお化け。お化けあ、そうですよ、ね、お化けと、あ、絶叫系もちょっと苦手やな。あ、そうなんですか。あの、その内臓が浮く系はちょっとね、怖いんよ、あれ。好きな色。好きな色。はい。青。青。うん、あー、確かに。イメージある。青のイメージあります。あ、マジで。今住んでるところの間取りは。1K で 7.6 かな。だからもう、一刻も早く引っ越したいの。7.6 だったら広いんじゃないですか。いや、だから物が青すぎる。あ、まあまあまあ。靴だけだったらまだなんとかできたんだけど、洋服が増えてきて。そうですよね。うん、すっごいんだから今。家で寝る時間より正直、事務所で寝る時間の方が多いんじゃないですか。最近はちょっと落ち着いたけど、あ、本当ですか、そういう繁忙期の時やばかった。そのイメージありますもん、僕。じゃあ次いきますね。でもこれ質問しなくていいのかな。ねえ。彼女いますか。いるか。いるか。いないですよね。うん、いないね。ちょ、僕質問書いていいですか。あ、いいよいいよ。じゃあ好きなタイプはどんなタイプですか。あ、好き、あ、いいね、いいね、はいはい、いいよ。なんか容姿は別に正直どうでもいいっつら変だけど、はいはい、可愛らしい子って、まあ本当にいろいろなんかいっぱいいらっしゃいますけど、はい、その子のこと好きになったらその子の子とかがタイプになる。そうですね。あとは俺結構特殊な仕事してるやん、ある意味、まあそうですね、会社員ではないというか。はいはい、だからなんか支え合える子がいいっていうか、 あとその俺のことを、俺の仕事ね、はい、を理解をしてくれて、はい、支えられる子がいい、はい、で逆に俺も支えるしっていう、はい、なんかその持ちつ持たれつ的な関係が築けたらもう最高、協力し合えるとですね。そう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 、理解をしっかり、ね、お互いしつつっていうのがいいね。はい、はい、ということで、あの、お待ちしております。ぜひ下のところやめとけよDM の方から話変わってくるで。じゃあ次いきます。はいはい。学生時代何部でしたか。陸上部です。好きな洋服のブランド。あ、バルですね。まあそれは、うん、ここは俺のブランドじゃない方がいいかなと思った。そう、あ、まあまあまあ、まあ、とはいえ皆さん知ってるでしょうけど、バルと、あとでもエトスっていうブランドと、はい、サノバチーズさんとか、はい、もう結構着るかな。好きなスニーカーメーカーは。あ、まあそれで言うとナイキなんじゃない。好きなスニーカーはアディダスかな。やかましい。え、まあエアマックスじゃないですか。まあそうですね、うん、それを踏まえて、うん、はいはい、今日何履いてますか。そうか、まあ、そうか。そうなんですよ、さっきそうだったんですよね。そうだ、はい、しくったわ。今日めっちゃ暑かったよ。めちゃくちゃ暑い。35、6度ぐらいあったでしょ。だからもう素足のこれです。バルと、はい、クロックスとビームスティーかな、トリプルネームの。もうめっちゃ結構汚くなってるけど、これめっちゃ履いてます。思い出のスニーカーは。思い出のスニーカーはマスターじゃん。そうですよね、マスターになってきて。今欲しい靴は。あ、今欲しい靴、もう売り切れちゃってるけど、はい、ナイキとジャックムスのウマラのジャーマントレーナーみたいなカラーのやつだったやん、はいはいはい、あれ欲しい。あとステューシーの AMAX2013、はい、あれ一緒買ったんですけど、はい、もう2色欲しいです。あれはコンプリートしたい。欲張り。最近でも欲しいんだけど、はい、展示会のオーダーが届くのがエグすぎて買えない、はいはい、じゃあ次、今欲しいアイテム、その靴以外。今欲しいアイテムは、新しくでもメガネは新調したいかな。あ、まあ事件さんって言ったらもうそのメガネのイメージは強いですからね、うん、メガネ腫れぼったくなる時があるから、はい、そのカモフラージュでつけてるんだけど、またなんか新しいやつがあればいいね、うん。あ、今度メガネ探しの旅とか行きますか。あ、いいね、やりたいね、行きたいですね。今日のスタイリングのポイントは、今日はショーツもねベージュっぽいやつなんですけど、はい、まあ、この深緑が結構ポイントになってるかなって感じ。あとはベージュとかがメインになってくる感じで、まあ本当は白
ティだけだったんですけど、はい、めちゃシンプルすぎるからということで、はい、シャツをちょっと羽織ってみたって感じですね。ありがとうございます。スタイリングを参考にしてる人いますか？スタイリングを参考にしてる人は、はい、それこそバルのカバヤさんっていう方がいらっしゃって、はいはい、その方めちゃくちゃおしゃれで、はい、いつもチェックしているのと、兄貴とかも結構見てるっすね。あのインスタほぼやってないの兄貴、はいはいはい、だけど東京に住んでるから、はい、会う時とか何履いてんだろうとか何着てんだろうみたいなのを見たりするし、はい、兄貴見たくなりたいみたいな思ってたしね。そうとか、 あとでもスラックさんの服装とか見る。はい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 、アーティストのね。好きですもんね。めっちゃ好き、でもちょっとお兄ちゃんのことそのすごいかっこいいっていうか、うん、そういうファッションにおいていいなって思えたりとかできるのいいですね。ああ本当ですか。おしゃれだなって思う人はもうこれはお兄ちゃんですか？まあ、兄貴、はい、枝さん、カバヤさんとかバルの方々は全員おしゃれだなと思うし、はい、あとはまあそれこそ後輩でいうとヒロシ君だったりとか、はい、あと翔君っているんだけど、翔君、はいはい、もおしゃれだなって、まあね、上から目線で申し訳ないけど。で4人ぐらいいるよね、無糖ボーイズって。そうですね。でそのうちの2人は知ってるけどもう2人は僕面識なくて、はい、でもその2方も動画見てあやっぱすごいおしゃれだなと思うし、拓也君もおしゃれだと思ってますよ。いやー嬉しいですよ。なんか今ちょっとなんかいつ名前出てくるのかな。そうそうそう。うるさ。嘘待ってないです。ありがとうございます。竹谷もおしゃれだと思ってます。いやよく行くお店。バル。はい。最近チェックしてるアイテム。キャップで。はい。日よけのキャップみたいなのあるよ。ああ、それはスタイリングのクキニの4つかなんかの時使ってたやつですよね、うん、はい、すごいチェックして。だってネイバーフットとか出してた、出してますね。であれ多分田舎とかで被っちゃうと農作業してる人みたいに思われるかもしれないけど、逆にそれをファッションに落とし込むっていうことがやっぱいいなっていうのは思うのと、ニットハットとかもちょっと一時代は過ぎちゃったかもしれないけど、はい、ずっと俺スキンヘッドだからさ、はい、被り物はずっと見てるね。ちょっとこう一癖ついたキャップだったりとかを結構見たりするかな。カバンは何使ってますか？ああ、カバンね。カバン持ってきていいですか？お願いします。はい。ちょうどね、昨日置いてたやつがあったから、ちょっとまとめて紹介していいですか？お願いします。最近は特に暑いし、はい、あれだから、いつもはこれを、ちょっとすいません、ちょっと宣伝っぽくなんですけど、僕のブランドから出したトートバッグ使ってます。はい、で、結構これやっぱ大きくて、はい、で、スニーカー入るんですよ。はい、箱ごと入るから、はい、まあ、例えばスニーカー買いに行った時とかもこれがあれば袋いらずでいけるしっていうのと、でもっと容量、例えばパソコン入れるとかになってくると、はい、それバルとあのアウトドアのコラボしためっちゃいいっすねこれ、これを使ってます。でちょっとそういうこと出かけるってなった時にこれ使ってるっすね。これがゼプテピっていうブランドの作ってる方、ちょっと面識あってお世話になってる方なんですけど、はい、その方のダイニーマのね素材使ったサコッシュ、はい、だから用途によって分けてるかな、どこ行くか、そうそう、どこ何入れてるかみたいな。そうありがとうございます。はい、次なんだっけ、次いきますね。はい、財布は何使ってますか？あ、財布、はい、財布はねエドスの財布を使ってます。綺麗ですもんね。最近買えた、最近買ったっす。こういう感じでお札があって、はい、ここ小銭入れがあってみたいな。めっちゃいいじゃないですか。でカードそこまで収納力はあんまないんだけど、はい、もう本当に最低限のものでって感じで使ってるって感じかな、はい、本当はねマジでここ 1,2 年ずっと裸で持ってたの、はい、お札とかを。え、ポッケに入れたりとかどうする？ポッケに入れてたの。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。なんで、いやなんかいい財布がなかったの。あ、そういうことっすね。そうで、なんでこれ、はい、これ使ってたんですよ、はい。これもゼプテピのやつなんだけど、はい、これがこういう風なマジックテープになってて小銭入れだったんですよ、これ、はい、で小銭入れプラス、はい、お札もこうちょっと畳めば入れれるなと思って入れてた。でも入れちゃうと、はい、ここのマジックテープが止められなくなるからジャラジャラジャラって出ちゃうから小銭だけこれ入れて、はい、あと、はい、あのお札を裸で入れてた時期もあった。で今は、はい、こっちにももちろん小銭入れがあるから、これはもうカード入れにしてる、はい、やっぱ30何歳にして裸で札持つのどうなのと思い始めてきてそしたら展示会でエトスさんの展示会行かせてもらった時に財布が出るって言ったから、ああじゃあせっかくだから買おうと思って買ったありがとうございます、はい、じゃあ次行きます、はい、使ってる時計は、ああ使ってる時計、これねタグホイヤーなんだけど、はい、これねちょっとこれも持ってきていい？はい、いつもこれこのルミノックスのこのモデル多分もう廃盤っぽいんだけど、はい、このモデル使ってたんですよ、はい、これめっちゃ好きで本当何年前10それこそ10年前ぐらい買ったやつで、そんな前から使ってるんですか？そう、多分電池切れたのか、はい、動かなくなっちゃって、はい、ちょっと今後修理に出そうと思って
てるっていうのがあって、はい、これ常につけてたやつ、はい、だけどこれが今ちょっと動いてないから、今これ父親からもらった時計でタグホイヤーのやつなんだけど、はい、ごめんなさい、あの名前は分かんない、モデルの名前は、はい、まあ、今これ使ってて、これはなんかこう電池変えなくてもいいやつ、はい、あでもカレラって書いてるな、グランドカレラって書いてる、有名なんですか分かんないですけどぜひコメント、ぜひ、はい、ぜひコメント、有名なんですかとか言って父親からもらったからちょっとこれ大切に、有名なんですかって面白いです、価値分かってねえ使ってる香水は、あ香水か、はい、香水はですね、サノバチーズのですね、うわ出たサノバエッセンスっすか、ダウニー、そうフェロモンが入ってるでしょ、ちょっと一回、あどうぞ、あダウニーっすね、うん、いいでしょ、新しいですか、あそう、ね春夏のやつかな、あと、はい、これちょうどねこの間いただいたやつでね、結婚式でね、はい、聞いたものというかだよ、はい、いただいたやつなんですけど、これアルコールとかももろもろ入ってるから、ある意味除菌のジェルみたいな、ハンドジェルみたいな感じなんですけど、匂いついてて、これちょっとまあ香水というか、はい、その役割も果たしつつ、はい、手のね殺菌というかにもなるというか、はい、こうして開きました、開きました、いい匂いだな、めっちゃいい匂いです、いい匂いだね、これいただいてすげえいい、こういうのもあります、出かける時の必需品、必ず携帯してるものみたいな、もう財布、はい、鍵、携帯、エアポッツ、あとまあ時計ぐらいかな、あとタオル、あハンドタオルとか、この時期はマスト、エチケット、マスト、あの汗もそうだし、はい、ね今商業施設とかも、はい、あのこれができないから絶対必要です、ね、タオルは絶対持ってます、じゃあ次いきます、はい、好きなアーティスト、あ好きなアーティストめっちゃいるけどいい？まあ5人ぐらい。5人ぐらいってください。まああのスラックさん、はい、パンピーさん、はい、超好き、はい。あと、山下達郎さん、はい、竹内まりやさん、大竹一さんかな、今は。トップ5。トップ5かな、はい。この高田兄弟が超好きで。で、その残りの3人はもうシティポップみたいな。で、大竹一さんはもう亡くなられてるんだけど、はい、山下達郎さんと竹内まりやさんご夫婦で。はい、で、俺毎週日曜日、あの山下達郎さん、あのラジオやってて。はい、それ毎回聞いてますただのファンやないですか、ただのファンただのファンマジでいい最高です、はい、ありがとうございます、じゃあそれを踏まえた上で、好きな曲お願いします、はい、あ曲ね、スラックさんの、はい、バッドラブっていうのがあって、はい、これはちょっとこうゆったりした ヒップホップって言えばいいのかな、はい、感じの曲もそうだし、はい、パンピーさんは基本的に全部好きですね、曲全部曲で言ったらもう全部聴いてください皆さん、はい、今すげえ聴いてるのは、はい、山下達郎さんで、あの Love Can Go The Distance っていう曲がある、はい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいんですか、あのめちゃくちゃいいで、なんかこのご時世ぴったりみたいな、はい、Love Can Go The Distance って距離が離れてても愛はつながってるみたいな、はい、なんていい曲なんやと、であと大竹一さんの幸せな結末も好き、好きめっちゃいい、あれあれも最高です、ジケンさん、あんだけ最初マジかよとか言ってるじゃないですか、うん、一番盛り上がってるのジケンさん、あ、俺そうマジで、でも聞いてください本当に皆さん、すごい知ってる人いる多いと思うけど、どうぞ、じゃあ次いきます、はいどうぞ、好きな漫画、バガボンド、バガボンド、バガボンド、はい、明日の女王、はい、あ、まあ、スラムダンクも好きやな、はい、持ってないけど、それを踏まえた上で、はいはいはい、おすすめ漫画お願いします、おすすめ漫画、はい、おやすみぷんぷんとかやばかったね、おやすみぷんぷん知らない、おやすみぷんぷん知らないです、嘘、おやすみぷんぷんマジ鬱になるよ、鬱になっちゃおすすめできないからいやなんかすごいっす、おやすみぷんぷんは、おやすみぷんぷん食らう、普通の漫画なんだけど、はい、主人公だけなんか小鳥みたいな、はい、すっごい簡単に書かれてるのよ、おすすめではないか、気持ちがちょっと不安定な人は見ない方がいいけど、そういう漫画好きなんですよ俺、ちょっとなんかこう食らう系マジでみたいなのとかちょっと好きだから、うん、王道通ってないよ俺、うん、ワンピースも正直見てないし、じゃあ王道はそれなんかジャンプ王道系のやつっていうよりかはちょっとひねった感じの方が好きってことですね、あーそうだね、だから今度またちょっとおすすめ漫画とか紹介してくれよ、わかりました次いきます、はい、好きなアニメをお願いします、はい、好きなアニメ、はい、好きなアニメ、あでも鬼滅の刃はベタだけどすげえ良かったっす、泣けるっすねやっぱ、もう一個やっぱスパイファミリーじゃないですか。うるさい。スパイファミリーも最高ですよ。スパイファミリーは好きっていうかあれですよね。アーニャ可愛いしか言わないですか、ね。アーニャあのね、はい、ロリコンとかじゃなくて、はい、癒し、はい、なんか母性本能はおかしいけど、はい、俺ね、子供を見る親の気持ちか、はい、が分かっちゃうんですか。がなんかこう大丈夫かみたいな、頑張れよみたいな。いやでもあれ好きな人は
多分いい親になるっていうか子供好きなんですよ。まあ見てて思うんですけど、見始めましたって言ってから来るスタンプそっから全部愛になりました、ね、そうそうそう、バーンと、はい、よろろすお願いするますなんですじゃあ次いきます、はいはい、じゃあそれを踏まえた上で、はいはい、おすすめのアニメをお願いします。スパイファミリーでしょ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ長そう。何？じゃあ好きな映画からいきましょう。あ、映画、映画なんだ。映画のフェーズ。はい、フェーズ来ちゃった。もう長くなるよ、これ。ね、好きな映画はレオン。レオン見たことある？はい、あ、もう見ましたね。あ、見た、はい。レオン好きだね。あと、ボーンシリーズってあって、ボーンアイデンティティっていうのが1、はいはい、2がボーンスプレマシー、ボーンアルティメイタムってあって、はい、まあ、そこからまたちょっと続編があるんだけど、はい、ボーンシリーズ3部作が超好き、はい、あとはまあマーベルだね、はい、はい、ここでやめておきます。そう、ありがとうございます。やめておきます。じゃあおすすめの映画お願いします。映画、はい、マーベルって言いたいんですよ俺は正直、はい、だけど、はい、マーベルはもう今から見るってなったら相当濃くなフェーズになっちゃった、もはや、はい、もう多すぎて、だから今ちょこちょこ追ってる人たちからしたらまだなんとかこう分かったりするかもしれないけど、はい、ゼロから始める人からしたら相当きつくなってくるから。そうですよね。で、見たことないでしょ。いや、見たことないです。だからこういう感覚なんやなと思ってるのが、ワンピースを一回見てない人がワンピースの1話から今のワンピースを見ていくみたいな。あ、でも多分そうなの、そういう感じですよね。多分ね、それは厳しいですよね。見たいなって気持ちはあるんですけど。そうだから、そのまあ動画とかでもしかしたら俺やってるかもしれない、ホワイトボードでマーベルのね、多分それでめちゃくちゃ頑張ったけど、はい、多分そのスニーカーとかファッションでも何でもねえから、はい、1000回回るか回らねえかみたいな最悪みたいな全然コスパ悪いみたいな。でもそれちょっとやってみましょう今度。あ、でなんかね、そういうのできたらね、はい、まああとはそのレオンはマジでいい。レオンだけ喋らせて。ちっちゃい時、僕5、6歳の時に初めて見たんですよ、確か、はい、まあちょっと曖昧ですけど、はい、ちっちゃい時に見て、まずレオンがジャン・レノっていうあの主演の男性の方がいて、はい、その人がまずかっこいいってなったんですよ、はい、それがかっこいいなっていうのを見て好きになったんですよ、まず最初で。次ちょっと小学校、高学年、中学校になった時に、はい、ナタリー・ポートマンが、まあ、ある意味ヒロインなんだけど、はい、ナタリー・ポートマンの可愛さを知って好き、はい、また好きになったんですよ、はい、レオンが、はい、で二十歳以上になった時に、はい、悪役でゲイリー・オールドマンっていう人がいるんだけど、はい、その人の狂気さが痺れてまた好きになってるんだよ。だからその見る角度によって一つの一個の物語、シリーズ化もされてないけど、はい、一つの物語だけど、はい、この見る視点によって違う見え方があるっていう、このレオンはマジでもう、まあ皆さん多分名作中の名作だから見てる人めっちゃ多いと思うけど、まあ、父ちゃん映画好きで、はい、レーザーディスク時代からも見てるんですよ、レーザーディスクって知る？いや知らないですよ。 DVD こうやん、はい、まあブルーレイもそうやん、はい、で今もはやストリーミングだからそういうのすらないんだけど、はい、もう CD の5回り10回りぐらいでかいこんぐらいの、はいはい、あの CD みたいなのがあって、それで映画見れるみたいな、はい、で途中で A 面 B 面に切り返してくださいみたいな、すっげえ手間なんだけど、そのレーザーディスクもレオン持ってて父ちゃんが、はいはい、そっから見てたから、まだ見てない方ねおすすめしますから。この10個ら辺のここの項目今濃かったなここからは早く行きましょう、淡々と、はい、淡々と行きますよ、はい、チャンネル登録している YouTube チャンネル、はい、コムドットさん、クレイジーマグネットさん、平成フラミンゴさん、ここら辺も、あ、若いでしょ、はい、めちゃくちゃ若いでしょ、あ、まあ、もうカズタックさん、はい、中田敦彦さん、はい、YouTube 大学ね、はい、あとはコーギー犬ノエさんっていうそう、嬉しそうに話すこのワンちゃんめっちゃ可愛いんですよ、はい、このワンちゃんマジで癒される。ああ、あとごめんなさいあのすごいエンターテインメント性であれしてたけど、はい、もちろん宗志くんも登録してるし、セニアカ男子も登録してるし、なんとら TV、 本日のフック、はい、あとヒゲミルクさんとか、はい、まあ、スニーカー関係の人たちはまあそれなりに。でもめっちゃあれよ、めっちゃ俺登録してるよ。登録はもうタダなんですから。じゃあ次いきます。はいはい、個人的おすすめの動画は、いや、もうホーギー犬ノエさんですかわいい。めっちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。札幌かな、在住のご家族が飼われてるコーギー犬ノエル君って、まあ、ちょっとシニア犬なんだけど、はい、ともう一匹モナちゃんっていう、はい、1歳か2歳の女の子のコーギー犬がいるんだけど、はい、めちゃくちゃ可愛い。癒されます。マジ癒される。毎日見てる。ヘビーユーザー。もう疲れてますね。いや、多分癒しを求めてんだろうね、はい、アーニャ・チカリさん、はい、そうそうそう、それはあるかもしれないですね、うん、じゃあそれを踏まえた上で次いきます。はい、はい、行ってみたいところは。いや、それ踏まえてないやんけ。北海道じゃないですか。北海道だ。
いやでもそれで言うといろんなとこ行きたいよね。自分のブランドでねもっと発展していけばいろいろなところで展開できたりするだろうから、はい、僕のブランドありきでいろいろな地を巡りたい。行きたいですね。僕も行きたいのでお願いします。ちょっとね頑張ろう。はい、じゃあ行きます。次、はい、1日休みがあったら何しますか？寝てるね。夏はとかじゃなくて、もうオールシーズンですか？うん、寝てる。寝るのが好きだから。あとはまあ映画鑑賞だね、うんうん、映画館行くの好きなんですよ俺。で一人でも全然映画見に行くし、だから映画見るか寝るかだね。次がラストですね。ああもうラストですか。はい、将来の夢。将来の夢、まあやっぱ僕のブランドで成功するじゃない。うん、やっぱそれじゃない。 12% しかねえから成功率は、はい、10回やって1回成功するかしないかぐらいだと思ってるから、まあその自分自身のブランドをもっと発展していって、まあ言ったら拓也も何不自由なく食わしていけるように頑張っていくっていうのが、まあ将来っていう結構近い将来かもしれないけど、はい、行くぐらいでもあれよ、結婚して子供できてみたいな、はい、幸せな家庭、幸せな家庭を築くのは夢です、はい、そうしましょう。キンキンすぎ、夢がキンキンすぎたから、まとめた、そうキンキンすぎた夢だったから、将来の夢はそうします。じゃあ以上だね。はい、これで50終わりです。あして多分僕のためにやってくれた質問よりも多分 GK さんの方がワンチャン深かったんじゃないかな。そうやな、ちょっと反省してるわ。いや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 。ということで、じゃあエンディングか、はい、撮りましょう。しますはい、ということでね、まさかの拓也くんに投げた質問が僕に返ってきて、そしてまさかの僕が一番盛り上がってたっていう、盛り上がってました、うん、わけのわからんあれになりましたけれども、はい、多分全部見る人はいないでしょう。はい、いないと思います。まとめるとね、まとめると、うん、すっげえ俺話投げから。いやでもよかったです、うん、よかったですか、はい、はい、まあちょっとでもね、まあ僕のことしてくれたら嬉しいななんて思ってますけれども、まあこういう風な形で拓也自身をもっと知ってほしいなっていうこともありますから、今後もね質問はもうこれで終わりますけれども、はい、まあいろいろな角度から拓也っていう、人間をしてもらいたいなと思いますので、こういう風な企画は継続的にやっていきたいなと思っております。お願いします。でちなみにもう次考えてるから、次回はですね、拓也くんのファッションセンスといいますか、拓也くん自身の私服を、まあ、1週間コーデみたいな感じの、まあ、7パターンぐらいですか。前回ね僕がここのチャンネルでやったやつはなんかドッキリみたいな感じだったけど、はい、もう言っときます、別にドッキリとかしないから、はい、7種類持ってきてください。わかりました。めんどくせえかもしれないけど。大丈夫です。それで、滝川くんがいつもやっている服装っていうものを、まあ、動画で載せて、まあ、こういう風な服装する人なんだなっていう風に知ってくれたらいいかな。まあ、もちろんね、被っても全然いいから、なんか、本当に自分が好きな服装だったりとかをしてもらえればなと思いますんで。わかりました。はい、何卒よろしくお願いします。え、怖いな。ちょっと待って。俺もやるみたいなやめてよ。やるでしょ。そうなるか。この流れそうなるか。僕のチャンネルじゃないので、あ、まあ、やっぱりそういうことになるな。二人で。いや、今喋ってて俺、あ、え、ってことはそういうことって思っちゃった今。あ、そういうことになっちゃいますね。なるほど。はい、あ、じゃあ俺分かってた。そうしよう。俺も一週間コードみたいな企画って本当1年ぶりぐらいだと思うんで。はい。ちょっとまあ秋口になりますからね、まだまだ暑いかもしれませんけど、ちょっと秋コーデみたいな感じでちょっとやってみますか。じゃあそうですね、はい、ということでですね、まだたくやのインスタグラムですとかチェックしてない方、フォローしてない方はぜひね概要欄から飛んでみてください。そしてフォローなどしていただければと思いますし、9月からこの2人で一応やっていくっていう形になりますので、まだチャンネル登録などしていない方はですね、ぜひチャンネル登録などしていただいて、次回以降の動画をチェックしていただけたらなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ終わりますか。はい、あるしゅー。あるしゅー。